日本の江戸時代を代表する画家というと、皆さん、どなたを思い浮かべますかまあ、世界的に有名なのは、葛飾北斎ですよね。この北斎のダイナミックな絵というのは、もう、全世界に大変なファンを持ってますよね。そして、このですね、えー、北斎と同時に、歌川広重。まあ、安藤広重とも言いますね。名字が安藤でしたから。 あ名字で言えば安藤広重、まああ、その絵画の自分たちの流派で言えば歌川広重ということになるんですが、この二人の巨匠はですね、まあ、もうその当時、絵画における絵画というのは印象派的な、まあ、写実的なものですね、まあ、写真代わりにというか、 そのものズバリ書くというのが、まあ、絵画の傾向だったんですが、この北斎にしろ広重、全然違いますよね。この遠近画法を使って、まあ、極端な円形と近景を組み合わせてですね、まあ、独特の世界を築きましたね。そして、この葛飾北斎は、なんと90歳まで、 江戸時代っていうのは平均寿命が30とか40といった時代に90歳まで生きてるんですよ。すごいですね。それから広重もですね、62歳まで生きてますから、長生きの方ですね。そして、この北斎は広重の37歳年上なんですね。ところが彼が非常に長明であった結果ですね。なんと、この 52年間、北斎と広重は同時代生きてたわけですね。そして、この北斎、広重のこの浮世絵はですね、西洋の印象派に非常に大きな影響を及ぼして、まあ、えー、パリの郊外にあるジュベルニー、モネの、じあの、住まいなんか行きますと、 彼のリビングからベッドルームから家の中は全部日本の浮世絵ですよいやー驚きました、えー、そのモネ、えー、マネーモネそれからまあゴッホーーかなりのですね、えー、ヨーロッパの有名な画家たちが日本の江戸時代の北斎広重に影響を受けてますね そしてですね、この北斎の場合は、まあこのテクニックっていうかですね、この,この波のこの荒々しさ、そこに船がカツオをですね、えー、江戸に新鮮な魚を運ぶ、細かく見るとですね、先祖さんが懸命に漕いでるのがわかるんですよね。この波のダイナミックさ。 これはですね、で、遠くの方には富士山が眺められる。すごいですね。もうあの赤富士も有名ですけど、これ北斎はこの超絶的なテクニック、この遠近画法の組み合わせですね、これは特色ですね。だから広重の方は、まあ東海道五十三次とか、えー、名所江戸百景、まあ、あ東海道の物語、江戸のこの百景を、で、現代でもですね、当時が、 こんな具合になってたのかということで、まあ、歴史的なその時代の違いというものが残されてて非常に我々もです、ね、勉強になりますが彼の絵画にはまあ物語性があって叙情的であり感傷的である、まあ、非常に品のいいですねこの下にある大江戸日本橋のスタートの ああ、そうかと、江戸時代はこんな具合になってて、魚屋さんが天秤でかす、か、担いでいたのか、とああ、日本橋って太鼓橋的になってたのかとかね、まあ当時のですね、この景色なり、あるいは、まあ人の動作なり、商売の仕方なんか見えますよね。それからこの冬景色、雪のかぶって、 街をですね、これ、また静かに叙々的に表現してますよね、いやー、本当素晴らしい、この、えー、北斎と広重が同時代に生きてたと、で、えー、広重は北斎に弟子入りをしたいぐらいに尊敬をしていたと同時に、対抗心も燃やしていたわけですね。えー、北斎ののいた絵ををはそのまま模写をして まあ、タイトルにも「模写をした」とかいうように書いて、えー、おりますがこの北斎と広重日本を代表する画家がです、ね、同時代に生きていたとそしてお互いに切磋琢磨をしていたといやこれは、ね、誇らしいですね。